デッドプール2公開記念、俺ちゃんへの道、やったー、来たー。リリポンさん、はい、オープニングでも言いましたけども、はい、見ましたか？あ、見ました。見ちゃいましたよ。見ちゃいましたね。はい、パート1、はい、まずデッドプール見た感想というか、ありますか？感想は、もうやっぱり、ヒーローっていう定義をぶち壊す存在というか。うん、おー、なるほど。はい。はい、ライオンの壁を、優に超えてくるこのメタ感。もう痛快でした。うん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 、そして、最後にこの愛の物語。うん、もう恋人とも、見たいなっていう。ああ、確かに。リリポにフィールするとこありますね。確かに。そうですね。はい、いろいろやっぱぶち壊していきたいですよね。そうですよ。はい、確かにそういうね、なんか当たり前のみんなが思ってるヒーロー像とは全然違う。全然違う。そんなリリポンも、デッドプール1が面白かったなというところで。面白かったです。はい、2も、はい、一足お先に見ていただいたということで。はい、見ちゃいましたよ。はい。2、まず率直な感想を一言で。泣きました。あ、マジですか？ボロ泣きしました。本当ですか？はい、うんうんうん、で、最後に爆笑しました。あ、そうなんだよね、はい、あー確かに爆笑して、なんか最後の最後まで楽しめるっていうか、うん、でもデッドプール2はいきなりもう衝撃が始まりました。そうなんですよ、始まりから。そうなんですよ、まさかの展開、まさかのね、はい、展開で、それがね、まあどう回収していくのかっていうお話ですけどもね。あとすごいこう、なんていうんですかね、はい、細かい小ネタがたくさんじゃないですか。そうですね、はい、俳優さんの過去までいじられてますから。あ、演じてる、そうそうそう、映画を演じてるその役者さんの実生活の話とかまで持ち出してきたりとかするのが面白いんだよね。面白いです。なかなかまた2についてはね、はい、詳しく言えない。でもリリポン本当にこう面白かったと、はい、面白かったです。そんなリリポンさんに突然ですが、はい、デッドプールクイズ。アベンジャーズのインフィニティウォーをご覧になりましたね。はい、はい、ご覧になりました。最強の敵、はい、サノスさん、サノスさんいらっしゃいますね、はいはい、今日リリポンへ出す問題があります、はい、これじゃあ原作でのお話になるんですけどもね、あ、まあ、アベンジャーズ系とね、はい、今回デッドプールは X メン系のお話なんで、はい、世界観としては交わらない今のところ映画では、はい、というお話は、連日実はしてるんですけども、はい、原作ではですね、はい、今交わることがあるんですよ。へー。なんでサノスさんと、はい、デッドプールさんは、はい、まあ、合ってるんですよ、原作でも、ね、カオス。さあ、問題でございます。何？サノスとデッドプールは一、はい、人の女性を奪い合ったことがある、丸か×か。ない。正解は二人が一人の女性を取り合ったことがあるでございます。はずれ、あるんですよ。はい、面白い。っていう三角関係のお話があってですね。めっちゃ見たい。はい、そんな回も原作ではございますということで。まあでもね、こういうのでちょっとずつみんなマーベル映画の知識がね、増えてったら楽しいかなと思いますので。すごい、面白い。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。音と人をつなぐ場所。M1 ミュージック。